天坊のサンタクロースズボンを履かずにやってきた寒いのチャチャチャ寒いのチャチャチャ風邪をひきそうなのシャン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 バカサンタですズボンを忘れたろサンタクロースです慌てんぼのサンタクロースズボン履かずにやってきたお風邪をひくよお風邪をひくよズボンを履いてこよズボンを履いてこよズボンが出番が終わったいかもう出番が終わったちいやいやもう安心にやらせちゅうかなナイスとったかサンタクロースのオチはないだったかまだオチは今度まあまあオチ途中だったわけな今から変頃よ慌てんぼのサンタクロースクリスマス前にやってきた急いでリンリンリン急いでリンリンリン鳴らしておくれよ金をリン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 待って旦那さんもう決まってきたな上がってきてはよ煙突の下から上がってこうかなはよ気の早がサンタクロースだがサンタさんせっかくのお芝居の練習はどこに行ったのよ今日は22日だったねがっつりあらー早く待ったでゲストだな
もう待ちけんでの。ごめん、知ってるね。あわてんぼうのサンタクロース煙突のぞいて落っこちた。あいたたどんどんどん、あいたたどんどんどん、真っ黒のケロお顔、どん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 。あわてんぼうのサンタクロース、仕方がないから踊ったよ。楽しくチャチャチャ、楽しくチャチャチャ、みんなも踊ろうと、チャ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 。あわてんぼうのサンタクロース、もう一度来るよと帰ってく。さよならシャララララン、さよならシャララララン、タンバリン鳴らして消えた。シャララランシャララランシャララン。あわてんぼうのサンタクロース、愉快なおひげのおじいさん、リンリンリンチャチャチャ、どんどんどんラララララ、あそこになんか帽子を脱いだサンタさんみたいな人がいるよ。はい、いますね。愉快なおひげのおじちゃんが。愉快なおひげのおじいちゃんはいつもはサンタ役だったんだけどね、最近お役ごめんだってね。あ、だったの。ソセクレンサンタクロース、クリスマス過ぎ願い期待空、灯したソッセ、灯したソッセ、クレンなんちゃいクレン、ちゃん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 さね、移動かざまんサンタクロース、夜投げさなげへくんで、へこへこすっと、へこへこすっと、あいだこらよがんあんべがすっと、へこりんへこりんへこりん、よぐろじんべんサンタクロース、ふたこず何度もゆちらかす、だからよなのよ、だからよなのよ、明日はなんちゃい覚えん、だからよなのよ、だからよなのよ、だからなのよ、消しもそうなサンタクロース、財産分与をゆっくれん、プレゼントない、プレゼントない、一銭五厘も長よ、だから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 よ。はい、最後の歌詞はどっかのお店のママの歌詞、もう弱がいい。だからよ。だからよ。いやー。あくら。ね。町中今クリスマスムードでございましてですね。クリスマスでございますけれども、皆様方には今日はねお集まりいただきまして、ロータリーのご家族会ということで、一郎さん、一郎様のご家族さんは
ついぞどっかあっちの方に、ね、それでは家族会です。家族に乾杯という感じですか。家族に乾杯。じゃあまあスンクジラシスターズのーテーマでも歌いましょうかね。毎度毎度皆様集まりいただいて、笑う角には福が来る、サンタも来るよ。おいだスンクジラシスターズ、胃が下がってごめんなさい。歌謡ショー。はい、向こうから自己紹介をしてください。トナカイ村のトースローリエコ。お、あら、拍手いただきました。トナカイ村からやってまいりましたね。今日はスノーマン。え、相撲取り。え、なんだ。スノーマン。あ、スノーマン。これスノーマンの過去なんですか。スノーマンのあれさまゆりです。いやいや、これよろしくお願いします。回しのふんどしにしか見えなかったですけど、はい、ねえ、ねえ、その隣のなんかあの境鍋を集めそうな、なんですかそのマスクは。あれさ、ああまだあっちだったんですね。ごめんごめん、はい、はい、あれです。気が取ってます。あれさ、まだ言いたいって。あ、そうですか。マスクは取って言い残してください。家が湿気出たら、はい、チャ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 ってせんかね、チャチャチャってはい、アルミンスクです。はい、ヒゲのないハンサンタ、アルミンスク園田。え、アルミンスクそのアルミン、アルミマスクだ、お前は。取らない方が良かったっていう。え、チャンサネでございます。一点何点何度点来ますからね。はい、こちらの呼んでないお嬢さんはなんか利用者の方、岩戸ホテルの利用者の方、どうぞ自己紹介。おなじみさんだ。あ、あ、もみの木。あら、クリスツリーだ。大きなクリトリスツリーだそうです。あれ、言い間違っちゃったって。すいません。三人と経路は違うでしょ。育ちも、育ちもなんかあの血筋も違うみたいです。流派が違うんです。流派が違うんですね。こっちはこう波で現れてますけどね。富士壺みたいな。ね、こっちはなんかあの肥料もいいみたいでね。こう、はい、はい、どうぞ、山の中育ちだからね。では、私たちは山の中育ちですね。はい、誰も違うとは言いません。はい、では行ってみましょう。賑、はい、やかに行ってみましょう。なにわ節だよ人生は、はい、パン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 パラララララ。はい、みんなで一緒に歌いましょう。飲めと言われて素直に飲んだ、肩を抱かれてその気になった、バカな出会いが利口に化けて、寄せばいいのに一目惚れ。何は不思議だよ、どんなの、こんなの人生は。パン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 パ
た一人何は武士だよ女の女の人生はなにははいみんな一緒に武士だよ女の女の人生はありがとうございます。いやね、なんか世の中新しくなっておりましてですね、今日もこの岩戸ホテルの、駐車場に入ってきましたところ、もう軽トラックとですね、すごいあのワゴンがですね、当選坊してしまいましてですね、そこを無理やりねじ込んだらですね、もうどっちも誰も動けなくなりまして、軽トラのおじさん怒っちゃいましてね、そしたらなんか、ワゴンの方に美人さんが乗ってましてね、ほらこのお嬢さんはこんなに可愛い顔してるのにちょっぴりとも寄ろうとしないわって思ってね、よく見たら挨拶したら、あの桜のままで20歳前後のまだ気の弱い可愛いお姉さんだと思って舐めちゃってね、言ったらあらって目を見たら、うわー俺相手間違っちゃったなーってね、世の中あのあれですよ、慌ただしくなってね、よくバイクなんか転んでね、最近アメリカじゃなくて鹿児島なんか行きますとね、よく見ます、本当に気をつけないといけないですよね。誰に気をつけるの？これが私がよく知らない人だったらですよ、怖かったですね。はい、クリスマスのサザエさんなんか歌っちゃいますか？はい、じゃあ子供たちもいるからね、今日はね子供たちのために、やって大変にね、サザエさん好きな人、聞いててね、すぐ終わるからね。お利口さん、はい、だってよ。あ、今入っていったのは誰ですか？あ、レオンちゃん。レオンちゃんはね、もうあの県民ホールかなんかにね、あの出演しちゃいましてね、KKB の CM 大賞の。あのど真ん中にこうレオンちゃんは立ちましてですね、山本慎也監督がですね、プーペーもう一個何だったっけ、パン、本当に食べるっていうことを言うの、レオン君食べるっていうことをなんて言うの、あああれよく古助の子供を仕込めばこれだけできるっていうね、そうですね、えらいね、ババが一生懸命、はい、はあ、親はしれったんとしてね、ペーって言ったらいいな、プーって言ったらどうって言ってですね、チュルルルチュルルルチュルルルチュ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 ルルで取ってだサンタさんのサザエさん、ダンガマスなんたちけネゴをつかめだがいら、ウガマに湯をわがせネゴ雨にしてプレゼント、パラララタラララタラララタラッジャン、おなかいあつめてんでんで草野球、打ったち投げたち、はい、たまんかピンコピンコ、はい、ピンコピンコ、まだピンコピンコ、サザエさんそいに乗って走り回って、
鈴を並べおらんたぐってトナカイがうんこして広かだにのさんだったチュルルル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 チュルクリスマスのサザエさんがハワイアン踊る背もオグランなら賃貸用事いらんみれや財布を打つ忘れこの長サザエさんはっと下田全部忘れだ意見すのかいマリア様はーいなそうしたげをとげゃ着払いでずるおぐれチュルルルチュルルルチュルルルチュルルチュル下水場で割るごりゃよがこっかのさってくったち人が壊れそうな大声で大工をうどサザエさんはい、はい、どうぞいきなり来ると思ってなかったぞ油断してたな気を抜くなワンツースリーほいでシェネルゲッテルフンゲットテルマンセルヌエルイデルベトレテンフェトンゲエグロシダイハルトンチャーベルフィンデンビルバスリモネストレンゲッターアルメンセンベルンブルーデルボーデンザンゲフルーゲルンバイキンデンカイデンウドノンダデネッカイモッタガラクリスマスのサザエさんエントって真っ黒けクリスマスのサザエさん煙突で真っ黒くはい、ね、おなじみのサザエさんをね、クリスマスのサザエさんというまだねクリスマスまであと何日ありますかあと2日だったら慌てんぼになっちゃいますイブなんだってイブ24日はあと2日よ3日だっちゃあと3日25 日普通2日中アーメンが言うだからアーメンが25がクリスマスだってアーメンがあ最近は何万打仏だった何万打仏ってアーメンも期待するわけあの三郎さんあのフラワーパークのイルミネーションを見に行ったことあります三つ郎さん、我が物にがなってほら、オチをいなちゃおはい、お前が言う湯がなんなって言ったこといや、あのね、フラワーパークのイルミネーションは一度行く価値がありますねあります、ね、もうあの、ぜひあの奥さんを、あるいは今ないちょっと測量しましたこうあこれねはい、はい、なんてねいうことで、あの何の話だったっけあクリスマスイルミネーションが私ばっかり歌っててもなんでしたね、このロータリークラブの重要な、ね、MC を司っていらっしゃいますね今日は担当委員長でした、担当委員長っていうの、はい、担当委員長で何ですかそれ、親睦委員会委員長というのを仰せつかっておりますあら、はい、顔が長くなった、はい、それあの、相撲取りじゃなくて何やったっけ相撲取りじゃなくてスノーマンよスノーマンが、ね、スノーマンだって焦げんだねじゃなくてスノーマンさんがねあのスミレさんにちょっと成り変わってですねあの中村八大さんの名曲黄昏の美人なんか歌って拍手がいただけますありがとうございます誠になんか歌うみたいでHey!
わらすどちしとどが。わっちゃテンポ。早くノックも出したよ。テンポもわっちゃどって早なったんだよ。まあ、前。アルコールにね。ダメ。もう一回頭からはしないけども。はい、二番の頭からね。ちゃ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 。伴奏キツラか。ちゃ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 。空晴れた。だろうね、こうも落ち着きなさいよ。今日ね、ここうっさい思うわけすることがいっぱいあるの、うん、次はここビンゴもせんのすまんわけ。すまんかで、そうですか、一人で仕切っとんもんだって。は一人で仕切っとんもんだって一人で仕切ってるぐらいの勢いで頑張ってる、はい、気持ちがね、一人で仕切っておわけよ。あ、気持ちがね、もう一週間前から外だったと。あ、こラジオ体操したい、一度と。いや、ラジオ体操はラジオ体操しますか。ラジオ体操できますよ。ヨガチヨ、ヨガチヨ、ヨガチヨガチヨ。あ、そう、ヨガチヨ歌いますか。ヨガチヨ、ヨガチヨも、ラジオ体操はヨガチヨも若かちよねっかい。いや、そんなした、そんなヨガチヨがでっこんなのちょっと見せくれ。よいしょ、ヨガチヨは綺麗だ、はい、ヨガチヨになっとったぞ。もう10年歌ってますけど覚えられません。ちゃんと覚えんずにあれだか覚えはったのかいな。うんだうんだ、これこの曲はですね、この場所で、10年、約10年前、JC の OB 会でですね、佐紀江婆さんと井上正樹、はい、佐紀江婆さんと2人でヨガチョーっつって初披露しましたらね、その時のあの受けた感動はね、今すっかり廃れてますけど。皆さんすっかりもうね、あの知ってくれちゃったと、ね、もうしずさんをうどえちゆうとしかねリクエストは来ないんですけどね、まあたまにはヨガチヨ。隠れ名曲だったぞ、こういった隠れ名曲、うん、はい、では行ってみましょう、はい、その嫉妬とな女がゆくうちお前が言わんちヨガチヨ、しかしそっこするなら言わんこねんちお前が言わんちヨガチヨ、大テロさんと不協和だとんはよ言わんちでん、言わんな、大テロさんが抱いてるかもち気が気でながどん、言わんちよ、眺めていたいの日がないうちに添いがわげないの恋しかた、Oh yeah、 You too go on そこまでのつるつるたく、ヨガチヨ、ヨガドガ、ヨガイナ、ヨガヨガ、原点回転、ヨガチヨ、原始紋素が揺がないもはんよごつだとんよがきれないぞっとあわやおいにゆだえお前が言わんちよがきよ、大テロさんにゆむろはならんけつらんかはごわんどんきんきな、あらそしたこと歓迎もなもんかお前が言わんかよがきよ、眺めているだけひがらいちにそいがわげないの恋しかた、Oh yeah, you should go and so to the bend, to the bend, back.
チヨヨガドガヨガイダヨガヨガゲンデンカイデンヨガチヨはいツイストチャバラバラバラバチャバラ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 愛も弱いな恋も見ごっか次第離れだいヨガいいなバツイチだどんヨガやだどんお前が言わんちヨガしよほらそしたこつにもなんもんかわやバツ三だとがヨガいいなもう歌詞がわからんくなってきた家は建てたつに嫁ぞがこんなえそしたばっかいもうヨガしよ眺めて痛いの日がまいちにそいがわげだいの恋しかたはい Oh yeah You say go on そこまで行くねつぬったくヨガチヨ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 ゲンデンカイデンヨガチヨゲンデンカイデンヨガチヨゲンデンカイデンヨガチヨいやー、一点何点何度でんよがちょあら？ないがよがんな、バツさんがよがんな拍手をもう一度、もうよがちょこういうね、こういうねすぐ言いたかったわけよこの人に乗らないの小川内系ソフトバンクのこんスマホオーバーコックイアイドーチヨガチヨ彼にしかわからないネタですね、だよねはい、はい、あさあここでフィーチャーリング強力なハルミンスク園田アントワーネットマリーン・アントワーネットマザー・テレサのですね、即興トークでございます全然何今の今何本だ大学かぶれた大学自動用持ってきたけえどうよここの最初に置いてたのか何かしたのよここに物置かないでくれるめくるんだからそうごめんなさいマリアとアネットもう一回笑ってしたな、なんかしたの、どっか小答えにこら名前は知ってたけど、あんまり語らん下んまにもしているそして、うん、なんか星高七条氏と星高七条氏はぁ、あ、星高七条氏とそしたら、60歳以外の時に、うん、ハーメイドに語ったあら、ない課題やった何語ったっけなハーモニーネットワークのレシピをコップレイアイチおぉそれかこの人はこんな人なんだ情が厚くて武器ら棒で始まってるのお前なだし言えんじゃん武器ら棒で心の中をあんまり言わなくて飲まないと飲んだすればいやどうせどうせI'm not sure.
日の神恨みこの人は髭を生やしているわどれやってするんだろうってたまには別な人ともこんな髭を中心しないんだと思うんだからね眺め伊賀寺の生産へこいちょうじさんほれぼなさ終わったげ終わったでもなもう孫がすぐ来たもん言わならんじいじいいいのよこれでしかしなんですよねこれ全部即興ですからねそうえマイクを握ればもう無責任にですよ次から次に特に古い昔話ね最近のことはねあれですけど、まあ、よくで、ね、いやあなたすごい芸能というか人は心の中にね、うん、こだわりを持ってちゃいけないのあらだから飲んだ時には言わんと肩がならん人は あんたもでしょ何言ってんの急に悟ったそういうあなたがなぜ昼間にうちに来て富士見の里の愚痴を100万遍垂れるんでしょうかね100万ボール私はいつもステージでお世話になっているから文句言わずに聞いてますけども何だったらオウム返しで私が喋りましょうかはい言って、マコトしっかりしてくれなお前げんにはよっとお前げんあんさんなっちゃうよなお前げんにはよっとったってマコトが世に持ったっさいすら、うん、誰かわけわからないいやいやではですね、ちょっといい歌もあいりちゃんのおばさんのゆか選手よかったよお前よかったかよかったよかったよどうもほら今踊り場にいるね今踊り場にカゴンマが来てね枕座でよか吹き来とくてよよか吹いごろよか吹いごろよか吹いでその司会師司会師の司会師え向こう殿なあどこ行きゃったっけあ、これは子供、子供がかりをしてる旦那さんがお友達じゃあほらリクエストも来たことだし一曲なんかいつも歌ってる賛美歌かなんか歌ってくださいよ。本当だ。こんなの聞いたことありません。そう。私たちは何万ダムズだから聞けません。賛美歌を歌って、ああ十字架になるから。そしたら伴奏しながらは難しいので、ちっちゃな子供たちがいるので、子供たちがよく知ってる歌をアカペラでいいですか。アカペラで。はい。大工一つだけ大工あの大工さんじゃないですよ、はい、あの大工さっきやったじゃないですかごめんベートーベンのあベートーベンの、はい日本語で歌います日本語でね素晴らしいロシア語で歌ったけどねじゃあ全部歌うと長いんでそしたらなんか歌な Oh,
私にもあの花もよだれもつんだれ全然違う全然違う壁が開け壁がゴブレサーだね飲ませくりゃじゃんじゃん今度 あのクリスマスに僕をブタペストしてもらえませんかどうぞどうぞあブタペストじゃなかったですね残念だ内径バプテスマね、洗礼知っとどうかなどっちがいいですか海どうだ戦闘だそんたいざなぎのみことのがみそぎだらいそら水に浸かるやつねね、キバラン会の一滴の汗来てまいりました、はい、聞いてください敵の汗をかいて良きことをしよう一滴の汗を流して美しくなろう一滴の汗を拭ってありがとうありがとう人は一滴の汗の光に心を現れる一滴の汗をすべきことを見出し一滴の汗を拭ってありがとうありがとう人は一滴の汗の光に心を汗をかいて良きことをしよう一滴の汗を流して美しくなろう一滴の汗を拭ってありがとうありがとう人は一滴の汗の光に心を現れる人は一滴の光に心を現れる。ありがとうございました。ありがとうございました。
終わり。とりあえず。はい。まだでしょうか。はい。ありがとうございました。それでは審査委員長賞。おめでとう。本当にできましたか。クリスマスだから。審査委員長賞。あら。審査委員長だって。なんかポイント高いですね。なんか鹿児島から来た回がありましたね。ポイント設置やからなんかもらっちゃったね。そうだね。ポイントが良かったね。さすがだね。一滴の汗。俺もは松の下かまぼこのポイントを集めてるんですけどもね。変わらないでしょ。ポイントがあるの？ポケコラ。ポケコラ。ありがとうございました。どうもありがとうございました。ありがとうございます。サンタニアンとクンクギラ、シッターと皆さん、皆様でした。タッと下田。おー。アイバー忘れだ。なんだなー。タッと下田。ソンアイバーおめでん。おめでしとんな。予言しとんな。ソンアイチナイラ。あいよー。アイバー忘れだっちょ。今さらバーガーな洪水来てやいタラダイ男子ベプベプタラダイ男子ベプベプイエーイ、タラツミダさんにプレゼントいたしました。下決まってくるもんか。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、ちょっと待って。あ、これはいい。ポイントがつきました。引き上げよって言うから引き上げのポイントが引き上げポイントがって引き上げポイントがって。いや皆さんあのこの場を借りてね、社長に、松の下かまぼこ社長に、御礼を申し上げたいと思います。私ちょっと待ってくださいね。もうちょっと率先に選挙勝ち、黙って上がか第2編ですか。そんな数を降りなくていいじゃないですか。ありがとうございました。ありがとうございます。いただきました皆さん、ありがとうございます。今あのケンちゃん、FM 鹿児島ね、キバラン会では、いつも楽しいステージを見せてくれるミュー FM、 FM 鹿児島の金曜日の、昼3時45分から15分間チャンサネの渡る世間な四五ヒンゴキ、番組を15分のトーク番組ですけどもやっております。それについてですね、スポンサーに松の下かまぼこさんが3ヶ月もついていただきました。ありがとうございました。今月いっぱいね、今月で打ち切りまして、これで番組が打ち切られるんじゃないですか。予約今のうちに、またお中元の時期が来たら、ぜひお願いしたいと思います。ありがとうございます。そしてロータリークラブの皆さん、いつもお世話になっております。ありがとうございました。片付けるわけな。はい、だが片付け来るとか自分だって持ってったら高いよ。めんめんよ、まあ、今どこまあ上の下もあるかよ。めんめんよ、まあ、持って帰りましょう。マイクも持って帰るの。それは持って帰っていいけど、マイクの爪がしっちりで日も日も泥棒になるからね。ヨガポインセチアオモロラ。